片桐はあなたの身の回りの世話などを周防から引き継ぎます。これまでは武民館という職に就いていました。武民館？外の世界に詳しいので知りたいことがあれば聞くといいでしょう。ふん、あなたって本当に無垢でとても綺麗。私の気持ち知ってるでしょ。養成所にいた頃から私ずっとあなたを見境なく女性に襲いかかる変態よ。醜悪だわ。彼女の最重要任務はあなたを数多くの女性とメイティング。久しぶりね。ええ、あんな男あなたが気にかける必要ないわ。どうせ女を道具としか考えてないくだらない男よ。部外者を同行させるわけにはいかないでしょ。私の職務は水原氏の生活管理、あとはウイルス研究に集中させることです。 UW への不信感が強いみたいに。龍造寺さん、あなたの方こそ随分気にし、日本支部は独裁などしていません。水原龍、お兄さんの安全を守るよう最大限努力するわ。何してるの？急ぎなさい。何？ What the fuck?